15日で、今日は、地域おこし協力隊の、人とあと役場の人がなんか一人来てくれて、どん詰まりハウスと今はもうやってないわさび畑跡に行ってきます。まあ、なかなかいい商売になったら面白いよね。でこれが馬淵さんの、まあ、これは昨日俺が買ってきた惣菜で、わう、そう、まあ、いい魚が入ったらしくてね、朝一から競りに行って今魚を競ってくれて、そしてお味噌汁と、いやご飯っすよ、いやいいや、いやご飯ですよ、いやご飯ですよ2回言ってる。で、まあ、あとはあそこにお湯とコーヒーがあり、あ、もろもろ、これ麦茶かですね。いや素晴らしい龍神草。まあ、なんかね、あの人もそういうビジネスライクな人で、まあ、一番青年海外協力、地域おこし協力隊の中では一番、まあ、3年後定住しそうな人だったからちょっと来てみたんだけど、なその予感当たったね。いやでもこの龍神草の龍神タイム素晴らしい、この龍神タイムは素晴らしい。昨日の夜も動画撮るの忘れちゃったからね。あー不覚だな。